エグニス、何か策は？策というほどではないが、この人数で正面からは攻められない。潜入するなら深夜だ。敵に気づかれるまでの時間が少しは稼げる。それまではできる限り基地の情報を洗おう。レガリアの場所にも見当をつけておきたい。入手した情報を分析し、潜入方法と位置を確定する。そこら辺は頼んだ。いよいよレガリア奪還作戦だね。目標はレガリアの奪還。騒ぎを大きくしたくない。少しずつ確実に仕留めて進もう。で、夜明け前に撤退だな。ああ、作戦途中でも諦める。敵が体勢を整える前に引く。合図を出したら一斉に行くぞ。それまで待機だ。3、2、1。なかなかのもんじゃねえか。見直したぜ。おい、なんだよ。サーチライトだ。やり過ごせたか。慎重に進め。了解。おい、隠れてろ。言ったな。魔導アーマーだ。できれば相手したくねえな。まずはレガリアだ。闇に紛れて進め。ああ、背後から狙え。一撃で仕留めるぞ。よくやった。この調子で行こう。あれが基地の動力源？魔導エネルギーの装置なのは確かか。付近の魔導兵が強力なのはあれの影響かもしれない。ぶっ壊すか。こそこそしなくて済むぜ。いや、まずはレガリアを探すのが先だ。気づかれるぞ。音を立てるな。了解。
こんなとこにいたのか。よかったね、見つかって。ああ、特に目立った損傷もなさそうだ。見つかった。作戦の変更だ。ここからレガリアを運び出す必要がある。よっ、グラディオエッドロッド。魔導装置および周辺兵器を破壊しよう。ノクト、魔導装置を積極的に攻めろ。敵を弱体化できる可能性がある。隠れる必要は。もう見つかってる。好きにやれ。了解。敵を混乱させて基地としての機能を低下させるんだ。ノクト、応戦しろ。はいよ。よっ！
停止したようだな。ああ、レガリアのところに戻ろうぜ。楽勝だったね。結果的にはな。しかし帝国軍にとっても大きな打撃のはずだ。後でコル将軍にも報告しておこう。ねえ、帝国基地を攻める時の作戦さ、オペレーション B2B にしない？は？ Battle to Break。 何かでそう言ってたの見たんだ。作戦に名前あるとさ、グッとくるじゃん。グッと？意味は大丈夫なのか？それよりバトルトゥービクトリーはどうだ？まあそこは何でもいいよ。呼ぶときは B2B ね。雰囲気で言いたいだけか。あれ、久しぶりだ、ノクティス。レイブス、雷神の啓示を受けたか？それが何を意味するかも分からずに。おい、動くなよ。お前もなんかやばい。誰も叶わなかったというのに、選ばれし王たる男がこうも無力で愚かだとは。じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙って。敵の将軍に何を聞いている。ふっ、盾のつもりか？分かってんじゃねえか。脆い盾は踏み台にもならん。くそ、乗ってここで死ぬ。それが世界の運命だ。はい、そこまでにしとこう。おう、大丈夫？何が？助けに来たよ。何を言っている？軍を帰らせるってこと。てめえふざけてんのか。次に会うのは海の向こう。うちもあそこの水神様に用事があってさ。ねえ、それじゃあね、王様、良い旅を。知り合いだったの？レイブス様。レイブスはルナフレーナ様の兄上だ。帝国軍は昨日、ダスカ地方の街道の封鎖を解除しました。封鎖のために設置された施設についても現在は完全に撤去されています。ルシスの暫定統治機構は封鎖解除による街道の混雑、混乱を避けるため、緊急性のない移動はしばらく控えてほしいと注意を促しています。ルナフレーナ様のお兄さんでしょ？前の将軍は王と襲撃の際に死亡したそうだ。テネブライの人間が最高位か。一体なんで将軍に？知るか。戦うとなれば脅威だな。ああ、レイブス将軍とかふざけんな。
これからどうする？情報収集でもするか？ノクト次第だな。何も言わなかったのに、ジャレットが切られたの。突然バカな。それでジャレット助かんなかったの。私、タルコットと一緒にカイムに行くよ。だって何かしてないと分かった。
さすがにあいつを一人では行かせられねえからな。社内は窮屈かもしれねえが許せよ。出発するか。そういやシドとシドニーが船の修理でカイムに来てるそうだ。それはありがたいな。ああジャレットの手配だってよ。そっか、さすがだね。そろそろ行く？